てるぜ。おいた、へえ。今すごいベロがいた。あ、本当に、この辺が、えぇ、やばいって感じだな。コーナーやばいですけど、今からどういうパンケーキを作ります。はい、こちら、リコッタチーズのパンケーキ、これ立ち会いました。何言ってるか分かんない、コーナーで。これ買いました。すごい、なんか日系セレクションみたいな、なんか、うまい賞を取ったらしい、これ。鬼うまパンケーキじゃねえ賞みたいなの取ったらしいので、これはちょっと今最寄りの丸越で見つけたのでちょっと食べたいと思います。わー、でこれとりあえずなんか何で食べようかなと思って、でもなんかね、やっぱ生クリームとかさ、やっぱあんまさ食べ過ぎも良くないじゃん。なんかヨーグルトクリームでしようかなと思って、ブルガリアのこれを使っていきます。あとなんか適当にやっぱ果物とかも必要なので、あとこれブドウのグレープ塩を使っていきます。本当に滑舌悪いです。そんなことマジで口内炎ってか、これさ、チョコラビビ飲んでるのね、なのにもう3日ぐらい治んなくて、はぁーみたいな、もう本当になんか仕事しろみたいな、チョコラビビ仕事しろ、藤田ニコルみたいな、ニコルしごめん。いただきますね。これね、一応温めなくちゃいけないらしくて、皿1枚、1枚20秒、2枚30秒、3枚50秒。なんか秒数のカウントおかしくない？ 20、30、50ってキモくない？なんで40ないの？ 2 枚目が30秒で、3枚目50。どういうこと？キモくない？いや、いただきます。お皿にいないの、これラップでふんわりと乗せる程度で温めてください。お皿にしてください。了解道中ひざくりげ、なんかあったよね、そういうやつ、木村さんの了解道中ひざくりげわっしょみたいな。オッケー、こんな感じ。あ、すごい粉臭がすごい、あ、すごい粉臭、うん、ちょっとあれだね、結構あれだね、リコッタチーズのパンケーキっていうからさ、メレンゲ入りふわふわ食感って書いてあるから、すんげーふわふわなのかなと思って、そうでもねえかもしんねえみたいな。てかさ、全然盛れてなくない？いける？もっと盛れないとやだ。じゃあこれをこんな感じになったので、これをちょっと今から電子レンジに入れていくよ。電子レンジ入れるのは別に動画にしなくていいよね、別に入れるだけだし。はい、すごいコンセント、見て、このロイがこの前話したおしゃれすぎて、なんかコンセントいかれてんの。なんで天井にコンセントつけたん？キモくない？だから延長コードないと足りないの。本当にこれ設計した人かしら、出せマジ。与えます。待って、何秒か見るの忘れた。ちょっと待って、ね、待って、何秒って、なんか2枚が30秒とか、2枚が40秒で、なんか3枚目が50秒でおかしいよって話をしたんだね。3枚50秒とかで50秒で OK。 でも700ワットだからさ、700ワットだから関係ないんじゃない？500ワットでしょ。500ワットで、待って、ちょっと待って、500ワットで3枚で、500ワットで 5枚で、ちょっと待って、わかんない、もう本当に、ね、なんで電子レンジチンするだけでできないの。でも大体700ワットで30秒でいくわ、結局、みたいな。結局適当、でもやっぱ谷神の血流れてるわ、マジで。ロイズバーもね、何秒とかね、分量とか全然守んねえから。なんか量、お菓子作りする時とかもロイが説明書とか、なんかクックパッドとか読んで、何グラムねって言ってもこんぐらいみたいな。何なんだろうね、おばあちゃんとお母さんのあの適当な感じ。すごい、もちもち、しかもいいスメリングピー、さっき来なかったのに、あ、パンケーキの香り、あ、いいスメリングピーやった、最近ね。ヨーグルトでなんかちょっとヨーグルトかけるね。ヨーグルトでなんかウェイみたいな、で蜂蜜でウェイってやって、ブドウでウェイって感じでいくわ。はい、ブルガリアヨーグルト。はい、ブルガリアヨーグルト。どんぐらいかけるみたいな。今の音嫌いだね、みんなごめんね。どんぐらいかけるみたいな。全然カメラに指かぶってるからみたいな。で、これさ、上下とかの、カメラ上下とか分かってないけど大丈夫みんな。今もしかしてみんな逆立ちして見てるかもしれない。ごめん。ロイの視聴者みんな逆立ちしてるかも今。ごめんね。ちゃんと見えてる。今逆立ちして見てるみんな。ごめんね。逆立ちして、ちゃんと。ちゃんと逆立ちして。ロイの YouTube はもう逆立ちしないとついていけないから。なめんな。谷神なめんな。谷神家なめんな。やばい、うまそすみだー。よし、これで。
ブドウスミダーをかけていきます。え、待って、やばい、え、待って待って、これ、え、これ控えめに言って幸せのパンケーキじゃないみたいな、え、フリッパーじゃないみたいな、やば、勝手に飛ばすってよ、やば。続いてこちら、洗っていきます。もうどうでもいいか、そんな洗っていきますっていう過程絶対いらない。え、待って、ロイ君のブドウが洗ってるみたいな、やばい、映えるみたいな、 ASMR みたいな、全然ないよね。ブドウ洗ってる音めっちゃ好きですみたいなフェチの人とか絶対いないから、もうこの動画いいんだよ。ケンブルガニありがとうございます。明治様様です。 OK、 これで待って、画面が全然ロイの顔しか見てないからみたいな。で、いくよ、映ってる、はい、はい、待って、全然関係ない、ちょっとね、はい、待って、かわいい、かわいい、非常にかわいい、え、かわいくないですか、全然映ってねえじゃんみたいなもうダメだわ、 YouTuber として、 YouTuber としてあかんね。ロイも仲間ちゃんやみたいになりたい、仲間ちゃんになりすぎ、なりたすぎてさ、めっちゃ電話したの、仲間ちゃんに、え、どういうバイブスやってるのみたいな、 YouTube どういうバイブスやってんのみたいな、なんでそんな毎日とかいっぱいあげられるのみたいなって言ったら、なんか、え、ノリで頑張ってるみたいな言ってた。やっぱ仲間ちゃんやすごいと思った、ノリで頑張ってるってと思って、こんな感じ、え、待って、可愛くない、やばい、だんだん多すぎるとキモいね、なんかこれぐらいにしとくね、え、可愛くないみたいな、やばすぎな、なななななない、これで、今から蜂蜜をかけていくよ、はい、いきまーす、映ってる、 OK、 はーい、あ、やばい、え、もう絶対美味しいじゃんこれみたいな、やばい、これ才能あるかもしれない、え、もう今度パンケーキ屋プロデュースするわ、よろしく、芸能人よくやりがち、なんかお店プロデュースしがち、え、プロデュースするわ、いただきます、はい、もうここで食べます、もうとりあえずあとでゆっくり食べます、とりあえずみんなの前で一回一週間食べとかないとさ、動画としてキモいじゃん、あとで自分一人でゆっくり食べるからね、最近大吉さんに動画長すぎるって言われたから、早く終わりにしないとよ、いただきます、うん、ふわっふわっていくて、で次ブドウがシャキッ、あ、ちょっと酸っぱい、ブドウ酸っぱいで、ヨーグルトが全部すべてコーティングみたいな、で、あとでハチミツの香りがきて、ハンケーキは全然粉っぽくない、じゃあ最後に、最後にスーッて消えて溶ける、え、おいしい、絶対なんか飛んだよね、飛んだよな、え、うますぎ山脈なんだけど、うん、みんなもやってみてね、ロイロイクッキングの時間でした、バイバーイ、チャンネル登録お願いします、インスタ、ツイッターは ROYROY アンダーバー666です、フォローしてね、スキー